こんにちは、レイセンです。今日は1月17日木曜日になります。絶食277日目です。天気は晴れですね。で、睡眠時間は今のところ3時間半くらいですね。大体なんで後で確認します。で、尿回数が4回出てるところです。で、大便が1回出てますね。深夜0時15分頃に出てます。で、さっきね、冷蔵庫開けて気づいたんだよ気づいた。水がね、昨日作ってこれだけ200作って飲みますって言って、あの容器に、スクイーズスクイーズの容器に入れといたやつ、あれね、全部飲んでなかったね。100ぐらい残ってた、半分ぐらい。で、今さっき、まあ、飲んじゃったんで、まあ、今日分で100追加。で、昨日分は、100マイナスだね、水。昨日400じゃなくて300だな。昨日、水は300取ったってこと。で、今日は100追加、水しておく。もう飲んじゃったけどね。飲んで空にして、で、今から、1杯目作るときに200作って、容器にまた入れる。で、飲む。水飲んでもね、あんまり減らせなかったけどね、昨日。減らせなかったけど、まあでも、多少は飲んで抑えることはできるかもしれないから、まあ、ちょっと様子見ながら、それは取り入れていこうかなっていうふうに思ってます。ですね。そしたら、絶食277日目、始めていきます。今日の1杯目作っていきます。カゴメの野菜生活100、グリーンスムージーですね。これを250ですね。250とキッコーマンの無調整豆乳を250、キッコーマンですね。まあいつも通りで、あと水も作っていくっていうか、まあ入れていくだけなんだけど、水もよいしょ、天然水ですね。天然水、これを200、まあ200、とりあえず200でいいかな。ですね、この水のペットボトルは外に置いとくとパンパン音がするもんで、まあ、冷蔵庫にしまっとく。で、さっきね、100ぐらい残ってた水が、昨日入れたやつだね、飲みきれてなくって残ってた、忘れてた。で、それ飲んじゃったもんで、もうだから今日は100追加ね。で、さらにここで200入れるから全部飲めば300だね今日ここにライン引いて200ですよってやってもいいんだけどね、その方が楽だし、いいんだけど、まあ一応記録取るっていう意味もあってビーカーで入れる、そしたら飲んでいきます。2杯目作っていきます。今買い出し行ったところですね。で、ファミリーマートのオレンジとか買ってきたものは、まあ、いつもと同じのはずだったんだけど、ちょっとね、心が反応したもんで、バナナの豆乳キッコーマンのやつですね。あれ、また買ってきちゃった。また買ってきちゃった。1本だけだけど。あれと、あと、特濃も。まあね、砂糖の入ったものはね、1回取ると、あれ、麻薬と同じような効果があるもんで、続くんだよね、やっぱり。習慣になってっちゃうとまずいんだけど、また欲しくなるんだわ。で、まあ、
どっかで区切りをつけるんだけどね、今日はちょっと、まあ、心がちょっと反応したもんで取った方がいいかなと思って買ってきた。で、あとね、ファミリーマートで9時、昨日なんだけど、昨日700円以上買って、で、9時引いたんだよね。で、その時は交換しなかったんだけど、あの、スクイーズと特納がお腹結構膨れて、で、まあ、休息日明けに使えるっていうのがあったもんで、もしかしたらその9時の当たりというか9時でもらったやつだね。これ、ライジンドライってやつだね。これ9時で、9時引いたら、あの、これが出た。で、昨日は交換しなかったんだけど、もしかしたらこれがね、あの、その、休息日明けに使えるものになるかもしれないって、ちょっと思ったもんで、それで今日交換した。もう交換しないつもりだったんだけどね。これね、原材料名が、加糖、ブドウ糖、液糖が一番最初に来てるんだよね。加糖ブドウ糖液糖が入ってるやつは、あの、私は基本飲まない、買わないもんで、だ普段だったらこれ絶対買わないんだわ。絶対買わない。だけど、まあ、9時でもらったもんで。で、これ、生姜、あと生姜が入ってるね。抽出物。と、香料、あと保存料、安息香酸、ナトリウムかな。入ってて。カフェインとイノシトールってなんだろうな。あと香辛料、ナイアシン、カラメル色素かな。あとお茶の抽出物とビタミン。うん、大正製薬が出してるやつだね。うん、まあカフェイン入ってるから多分ね、眠気防止とかに使うものかな。200円するんだよ、これ。200円。これより高いんだ。これより高い。だからもう普段だったらこれ絶対買わないんだけどね。まあもしかしたらね。もしかしたら、いいかもしれない。あの、休息日明けにね。わかんないけど。今から確認してみる。うん。香りはいいね。なんだろう、甘い香りだね。甘い。うん、炭酸だな、これ。味はいい、味美味しいね。甘い、やっぱすごく甘い。これはあの加糖ぶどうと液糖の甘さだね、うん、で確かになんかね、あの苦味、なんか辛味だな。辛さ、喉に来る辛さが少しだけある、うん、あとはあの生姜だな。生姜の感じは少ないな、これ。うん、美味しい。普通に美味しい、これ。美味しいね、これ。すごい美味しい。ライジンドライってやつね。うん。これ美味しいね。暖かくなりそうだね。生姜の、あの、生姜だな、これ。生姜の辛さだな。うん。いいね。あ、これ炭酸だもん。でお腹膨れるかもしれないね。なこれ、200円だから高いでな。あんま買わないかもしれないけど。まあ、もしかしたら、休息日明けにちょっと使ってみるかもしれないですね。まあ、そんな感じです。そしたら、これ飲んでいきます。飲んじゃったんで、特納入れてきます。特納500ですね。さっきのライジンドライ。まあ、飲んだ感想としては、最初のね、二口三口、まあどうだろう、まあ70ミリぐらいかな、そのぐらい。まあ、どうだろうな、もうちょっと、まあどうだろう、3分の1ぐらいかな。 3分の1ぐらいはね、結構美味しく飲めるんだけどね、途中からしんどくなってくるね、うん、で舌がヒリヒリしてね、で気持ち悪くなってくる。体にあんまり良くないかもしれないな、あれ。ただお腹はね、炭酸だけあって、ちょっと膨れるんだわ。だから、まあ、そういう面で、多少、取らずに済むかもしれないって思うけど。
あんまり良くないかな、あれは。ちょっと使えないかもしれないって思った。気持ち悪くなっちゃうんでね。まあ、すごい気持ち悪くなるわけじゃないんだけど、ちょっと気持ち悪さが出るっていうのかな。まあ、そんな感じだったですね。そしたら、これ飲んでいきます。何杯目か、1、2、3杯目か、4杯目か。僕も残り500。飲んでいきます。編集終わってレンダリング入ったとこなんで、まあ、ゆっくりするですね。そしたら飲んでいきます。バナナ取っていきます。お腹痛くなるとか言ってて買ってきちゃったよ、うん、で500ですね、そしたらこれ飲んでいきます。すぐなくなっちゃったんで、もう一杯バナナ、あと残り分ですね。500、これ飲んでいきます。オレンジ糖か作っていきます。ファミリーマートのオレンジを250。とキッコーマンの無調整豆乳を250。これ飲んでいきます。オレンジ糖か作っていきます。ファミリーマートのオレンジを250。とキッコーマンの無調整豆乳を250。これ飲んでいきます。オレンジ糖か作っていきます。ファミリーマートのオレンジですね。今風呂入ってきたところです。まだ今日アップした動画の確認作業やってないんだよね。なんか結構飲んじゃうとね、もう動きたくなくなるんだよね。今日もう風呂も入るのやめようかなと思ってたぐらいなんで、うん、お腹がいっぱいになっちゃうと、お腹が膨れるともう何もやる気が起きないっていうね、うん、で瞑想もうまくできないっていうね。お腹膨れると瞑想がねうまくいかない、うまくやれないんだよね。集中できないっていうのかな。なんだけどね、取りたい、まあ、これは精神的なものが大きいかな。そしたら飲んでいきます。ミックス糖か作っていきます。ファミリーマートのミックスフルーツを250。キッコーマンの無調整豆乳を250。
したらこれ飲んでいきます。ミックスとか作っていきます。ファミリーマートのミックスを250とキッコーマンの無調整豆乳を250これ飲んでいきます。ミックス等か作っていきます。もうなんか止まらない止まらない。一旦スイッチ入っちゃうともう行くとこまで行かないと止まらない。でキッコーマンの無調整豆乳を250。スイッチを入れないようにしないとダメですね。まあこんな時があってもいいでしょう。そしたら飲んでいきます。ミックストーカー作っていきます。これどうだろうな、ラストになるかな。もうミックス、あとアップルがまだあるけど、無調整豆乳を250。そしたらこれ飲んでいきます。アップルトーカー作っていきます。ファミリーマートのアップルを250。やっぱ夜ですね。夜がなんかたくさん取っちゃうんだよな。そしたらこれ飲んでいきます。おはようございます。今午前10時半ぐらいですね。そしたら今日もウイローレ2回やってから体重測定入っていきます。増えましたね。ウエスト測っていきます。正面と側面ですね。と背中。68だな。68ですね。血圧測っていきます。117-73です。今日の結果報告です。今日は天気晴れですね。天気晴れです。で、睡眠時間は5時間とっています。午前1時から1時半までの30分間と、午前2時から3時までの1時間と、あと午前4時から7時半までの3時間半ですね。合わせて3、4、5で5時間です。ジョギングとウェイトトレーニングは今日もなしですね。で、飲んだもの、
生果汁は今日もゼロです。野菜ジュースが 250ml、豆乳が 4500ml。で、今日多いね。4500。で、果物ジュースが 2250ml で、水は300ですね。昨日入れた分の100が残ってたもんで、で、それも飲んでるから、今日は300ってところです。で、それとは別に炭酸飲料 185ml ですね。取ってます、今日は。今までなかったよね。炭酸。今までジュース類は取ってないから、まあ珍しいですね。で、合計が 7485ml で水300のため、実質は 7185ml ってところです。まあ今日は完全に休息日ですね。やっぱりね、増えてく。6000、8000、増えてくね。で、どっかでストーンと戻せる時が来るんだけどね。いつもね。やっぱね、なんか休息日取ると、そっからだね。そっから5000、6000、8000まで行って、どっかで戻ってくるっていう。このプロセス。なんとか変えていきたいところですね、ここは。で、今日の尿回数は17回出ています。濃さはかなり薄いものからほぼ無色、完全無色ってところですね。量は平均的な量でした。大便は1回だけあります。深夜0時15分頃に出ています。色褐色で、太バナナ状15センチ。で、柔らかめで匂いは少しありってところですね。で、おならは時々あって匂いはなしですね。おならは結構時々、日中も時々あって、夜も時々あって、夜中がね、ちょっと多いかなって感じだった。でも匂いはね、こうやって嗅いでみたんだけど、なんかね、たくさん飲んでるし、お腹の調子もそんなにいいわけではないから、こういう時のおならってちょっと臭いんだよなって思うんだけど、匂い嗅ぐとね、匂いないんだわ。今日はね。よくわかんないね。で、今日の計測は午前10時45分頃に計測しています。で、昨日よりも35分ほど、遅いですね、今日は。まあ、ほぼほぼ似たような時間っていう見方でいいでしょう。で、体重は 59.45kg、プラス 0.6kg の増加です。体重は結構増えてますね、今日は。結構増えてる。まあ、炭酸飲料、あれ、加糖ぶどう糖液糖入ってるもんで、あれ、体重増えるよね。増える。あれは増える。糖類は体重増えるもんで。まあ、脂肪になるからね。まあ、その辺の影響もあるかもしれないというところですね。あと、バナナも今日は取ってるもんで。で、BMI は 18.8 プラス 0.2 の増加です。で、体脂肪率は 12.1% でプラス 0.2% の増加です。で、血圧117-73ですね。最高血圧プラス2、最低血圧マイナス3。で、脈拍は68でマイナス3ですね。まあ、そう、血圧は変わってないですね。で、ウエスト68センチで5ミリの増加です。まあ、体重 0.6 キロ増えてるんで、妥当なところでしょう。で、今日の気づき。まあ、今日は一応、ライジンドライっていうのを、ファミリーマートで700円以上買うと、まあ、くじ引けるんだよね。で、そのくじ引いたら、それが、ライジンドライの券だったって。で、まあ、もしかしたらね、もしかしたらこれが、休息日明けに、使えるかもしれないと思って、休息日明けでたくさん取っちゃうようなパターンに陥るときに、これを飲むことによってお腹が膨れて大丈夫になるっていうね、そういうことかもしれないと思ったもんで、スクイーズとか特納と同じような感じでね、やっぱ何かある、私ではいつも何かあるっていうふうに考えるもんで、ただね、前回もくじがあったんだよ。前、いつやってたかな？結構前だね。結構前にくじがあって、それ引いた時はね、ミルクティーだったんだよね。ミルクティー。200ミリかな？それぐらい。カップ、紙パック、小さな紙パックのやつだね。でもあれは、まあ、ジュースさんもね、その時は飲まなかったんだよ。まあ、実験にちょっと別に使う必要もないし、っていうので飲まなかった。ただ、まあ、今回は、
その休息日明けになんか使えるものないかなって探して考えてたら、そしたら特納は見つかった、スクイズは見つかった。で同じタイミングであの剣でライジンドライ当たったもんで、ライジンドライもまあ何かもしかしたら意味があるのかもしれないっていうので、まあ、今回は飲んでる。ああいう果糖とブドウと液糖の入ったああいうあのジュースは基本飲まないから、私は飲まないようにしてるっていうのかな。だからあの、まあ、普通であれば絶対買わないんだけどね、買わないとか買ってないけどね、買わないし飲まないんだけど、まあ、今回はちょっとそういうのもあったもんで試しに飲んでみた、まあ、結果としてはね良くない良くない、なんか気持ち悪くなっちゃったね。あれはね、おそらく体に良くないな、カフェインとかは良くないのかもしれないね。あ、やばい、ちょっとなんか体に良くないぞっていう感じだったね。体が、まあ、ラムさんも体に聞けば分かる、体の声を聞くっていうのかな、何を取ったらいいかは体に聞けば分かるって教えてくれてるんだけど、で体がね、あれは違うって言ってるような感じがした、あの気持ち悪さはね。だからあれはやっぱ良くないかなと思った。まあ、果糖、ブドウと液糖入ってるから、頭も、おかしくなりやすいしね。まあ、そんなところだね。で、一応、まあ、果糖、ブドウと液糖とかね、砂糖類は、まあ、多分みんな知ってると思うけど、体重増えるんだよ。体重増えるんだけど、エイブラハムが言ってるように、思考で自分は、どれだけ食べても太らない人間なんだって思い込んだら、そうなるんだよね。そうなる。そういう人はね、とってもね、太らない。ただ太ると思ってる人はね、砂糖類だね、ブドウと液糖もそうだし、普通の白砂糖もそうだけど、ああいうの取るともうブクブク太っていく。それはまあ知ってる人はよく知ってると思うけど、だからやっぱ思考の力も大きいんだよね。だからそう思い込むとそうなるから、だから自分はそういうのどんだけ取っても太らないと思ってたら太らないんだよ。太らないんだけど、やっぱね体は悪くなっていくんだよ。どっか気づかないところでね、体はどんどん悪くなっていくもんで、やっぱ知識は持っておいた方がいいと思うですね。だから一応今後はライジンドライは買わな、まあ使わないかなって思う。だから炭酸飲料だもんで、お腹膨れるしね、最初の少しはね、美味しいと思った美味しいと思った。ただあの量量全部飲み切ろうと思うと気持ち悪くなっちゃうね。ちょっとね。一缶取るとね。まあそんなところですね。あとまあお腹膨れるとやっぱ瞑想できないね。瞑想できない。やっぱダメだね。瞑想ができなくてやっぱ進んでいかない。で、今朝ね、ちょっとなんか老化するイメージがふわっと入ってきたんだな。あれもしかしたらライジンドライを飲むと老化するよっていう意味かもしれないし、あとあるいは今日はたくさん取ってるもんで、まあこっちの方が確率としては高いけどね、たくさん取ってるもんで老化するイメージがファッと入ってくる。そうすると老化の方に傾くもんで、やっぱりたくさん取っちゃダメなんだよね。だから8000取るのはやっぱり老化するんだわ、絶対老化するんだわ。だから今日は良くない、今日は明らかに失敗なんだよな。失敗なんだけどね、取らざるに得ないっていうのかな。もう体っていうか心が求めるんだよね。もうどうしてもね、取らないわけにいかなくなっちゃうっていうのかな。そんな感じになってる。まあ習慣っていうか、入り込んじゃうんだよね。たくさん取る状態に入り込んじゃう。一旦入り込んじゃうとなかなか抜け出せないっていうのがある。あるところでね、踏ん切りつけて抜け出すことはできるんだけど、簡単ではないかなって思う。まあ、簡単にできる時もあるんだけどね。で、あとまあバナナはやっぱり、ね、頭がちょっとおかしくなる感じがあるっていうのかな。自分が自分と認識できなくなっていくような感じっていうのかな。おそらくあれが地方症の発生するメカニズムなんだと思うけど、やっぱり地方症になるっていうのは砂糖じゃないかな、原因は。今砂糖たくさん取ってる人多いよね、すごく多いよね。地方症が出て地方症の人が増えてくるグラフと砂糖の摂取量のグラフっていうのはおそらく比例すると思う、おそらくね。まあ隠されると思うけどね、こういうのは。砂糖も産業でかいから、
隠されると思う。ただ砂糖でもいろんな砂糖あるからね、あのそういう頭にあまり影響を与えない砂糖だって当然あると思うし、白砂糖とかああいうのはやめた方がいいと思う。あとあのシロップ関係、加糖ブドウ糖液糖みたいなシロップ関係とかね、蜂蜜も良くなかったな。シロップとかはやめた方がいいと思う。あとメープルもな、まあただ取り方もあるかもしれない。たくさん大量に一気に取ると良くないっていうだけかもしれないから、取り方、例えばスイーツとかでケーキとか作る、そのケーキに、まあケーキもたくさん砂糖使うけどね、だけどシロップとかで取るよりはやっぱり緩やかで、あんまり悪くならないとか、っていう可能性もあるしな。取り方ってある。飲み物として飲むっていうのはやっぱり体に浸透しやすいもんで、脳にもファーッと行きやすいから、それが悪いっていう可能性もあるし、食べ物とかだったらじわじわ消化されていくもんで、そういきなりファーッと上がるわけじゃないから、ああいうケーキとかアイスとか、アイスはまあ飲み物に近いけどな。まあケーキとかだ、ああいうものにするんだったらね、もしかしたらいいかもしれないけど、まあどちらにしても砂糖は注意した方がいいだろうなとは思う、あんまり取りすぎない方がいいだろうなとは思う。じゃないと自分が自分でなくなっていく感覚っていう、その恐怖を味わうことにおそらくなるだろうっていうとこですね。まあ今日はそんなとこですね。明日はね、もうめちゃめちゃ今飲みたいんだよね。もうたくさん取りたい、っていうふうにもうなってる。で、あとね、一応言っとかないとって、撮影照明がね、壊れた。壊れた。ちょっと、持ってこようかな。ちょっと待って。これ、わかりますかね？今、もう電源入れてるんだけど、スイッチ入れてる状態なんだけど、小さく点滅してるんでね、パッパッパって、小さく点滅してる。この状態になっちゃった。もうつかなくなっちゃった。で、一応新しいの買ったなんだけど、おそらく明日、早ければ明日来ると思う。一応まあ明日の予定っていうふうになってたもんで、Amazon で買ったんだけどね。だから今日はちょっとね、映像が暗くなると思う、今日は。一応前買った小さな照明ですね、照明。本当にブロック、小さなブロック状の照明。あれをまあ使うけど、おそらくいつもよりはずっと暗い状態になると思うから、まあそこだけはご了承ってところですね。なんかやっぱね、あれこれ電化製品壊れていくっていうね、よくわからない現象があるね今。まあそんな感じです。そしたら絶食、277日目完了です。それではまた明日。